佐々木です今回はね、アルトコインはトレードするなという話をしたいと思います、まあ。トレードするなというかですね、トレードをしてもあまり意味がないという話をしたいと思います。まあ、仮想通貨のね FX とか、要はビットコイン FX やってる方だと、えー、ビットコインのねトレードはよくやると思うんですけども、それ以外にも例えばリップルとか、ね、ビットメックスでもありますけど、それ以外の、えー、取引所とかでもね、あのビットコイン以外の、えー、仮想通貨トレードできるところって結構あると思うんですけども、 えー、なぜね、そういったところで、えー、ビットコイン以外をトレードするのがおすすめじゃないかというと、もちろんね、ビットコインと相関関係があるので、まあ、そこを狙って、えー、やってもいいんですけども、基本的にその、えー、そこを狙ってやろうとしてる時いるときに、その中で、あ、えー、ビットコインが上がったから、えー、リップルも上がるんじゃないかとかね、まあ、そこを狙ってもいいんですけども、だったらビットコインでやった方がいいよねっていう、えー、だけです。あの非常にですね、あの質問とかでも、 あのリップルのトレードとかどうなんですかとか、あのイーサリアムのトレードどうなんですかっていう方もいらっしゃったんですけど、あの皆さんですねあの、ビットメックスの,あのとか、そこでもいいんですけど、あのクリプト GT とかねあの、見てもらうと分かるんですけど、例えばリップルとかも、き、まあ、今日は、ね、リップル結構、えー、ビットコインの価格を無視して大幅に上げた瞬間もあったんですけど、まあえー、いかんせんでこのまま下落したということで、まあ、そういったところを狙ってもいいんですけど、その後ね、えー、なんか急激に。 え後で、えー、ビットコインが上がったときは、また逆にねあ、売りだと思ったのに上がったなとかね、変なことが起こったりするんで、まあ、素直に、ね、やっぱりビットコインに準じてトレードやった方がいいんじゃないかなと、イーサレムとかもそうですねあの、えー、ビットメックスの銘柄とか、ね、見てもらえば分かるんですけど、ビットコインの値、ね、動きと、えー、それ以外のコインってね、もうほぼ一緒。 もしくは、えー、小ざかしいですね、値動きがあるんですけど、基本はまあ、えー、上がったり下がったりをビットコインの価格のような、えー、形で行ってるんですよ。ビットコインは急落しましたけど、みんなアルトコインも急落しましたし、ですのでメインはね、そうアルトコインのトレードっていうよりもビットコインのトレードでやるっていうのが一番安全ですし、えー、そこにね、えー、向かって、例えばその、ま、慣れてきたら、えー、ビットコインが下落してるんだったらアルトコインも下がるなと。ただね、その一瞬なんでもう結構、 ビットコイン下がってるって時だったらもうビットコイン下げるってショート入れた方がいいと思うしそれ以外のコインであとからね時間遅れであれなんか電気がえ下がるんであればえおパソコンが勝手に再起動したはい <laughs> <laughs> びっくりしてなんか電気切れたかなと思ったらあのパソコンがね勝手に再起動して びっくりしました。僕のパソコンもハッキングされたかと思った。<laughs> はいで何でしたっけ？はい、アルトクイーンだからね。あのトレードしない方がいいっていうか、あとね。そのたまにそのパソコンとかトレードやるっていう人で、あの結構まあ line@ とかね。質問いただいてるんですけども、あの結構もうこら答えきれないほどですね。来てしまってるんでまい、あ、ろねこれからその質問とか。あとままたね。あのメインチャンネルの方でライブとかやろうかなと思ってるんですけど。 めちゃくちゃねその LINE アッに、えー、質問がね来るので、まあ、質問とかね答えたいんですけども軽く答えてはいるんですけども、まあ、結構込み入った話とかですねあの本当に真剣に、えー、どのように投資したらいいかと悩まれている方もいらっしゃるので、まあ、そういった方に向けてね ちょっともうすごい長文できたりとかもうすごい人数から来るんで、えー、なかなか回答はできてないんですけども、まあえー、上がりますか下がりますかっていう人にはもう完全に上がる下がるっていう <laughs> あのメッセージを送ってるんですけども、えー、例えばどれぐらいの配分で、えー、例えば、えー、ビットコインとかあるとこに分散して、えー、入れたらいいですかっていうのはね、えー、結構まあシビアな問題って結構、えー、大変なところあるんで、まあ、なかなかお答えできてないんですけども、まあ、とりあえずねあるとこにトレードするなと言ったんですけどもやっぱりリップルとか 主要通貨ですね。ビットコインもこれから上がっていきますけども、リップル、イーサリアム、ビットコインキャッシュとか、それ以外にも主要なね、ランキング、時価総額ランキング、コインマーケットキャップとかで、上位のどれぐらいですかね、30とかに入るようなコインであれば、軒並み上昇していくと思います。なぜかというと、今この相場が悪い状態で上昇してきているコインですから、 この,1年とかね、この1年で上位の50とか30ぐらいに食い込んできているアルトコインだったら、もっと言えばね、もうそれ以上とかに食い込んできているアルトコインだったら、僕はね、あのこれから相場回復した後は、かなりね、その後も大きく上昇していくんじゃないかなと思ってます。ですので、そういったところに仕込む。でそのトレードやってても思うんですけど、やっぱり長期投資もいいかなと。要は、アルトコインの合唱も、今言ったね、そのこの1年とかで、 上位30とか20とかねトップ10とかに入ってきてるような順位を上げてるようなアルトコインは要するにビットコインは下がってきてるけどもそのアルトコインの価値上がってるから時価総額で食い込んできてるわけじゃないですかですのでそういったアルトコインに、まあ、長期投資の目線で今ビットコインも下がっててアルトコインも下がってる状態だから、まあ、そういった全体的に下がってる時に 取得単価安安くくでできるるわけじゃないですか安く買えるこのタイミングでえ買っておいて、ただセリクラが起こってもう一段下がるって可能性はありますけど、いやビットコインがもっと価格が下がるってことです。だけども、そのタイミングで見てるのか、でそ大幅な下落の後は大幅に急騰しますから、V 字回復みたいなね。でそれってどれくらいの期間なのって言うと、本当1日あるかないかぐらいで戻ってきますからね。ですので、でそこで見てるのかっていうのと、そこで買えるのか、いや取引所にもお金があって、 まあ僕もお金入れてますけど、えー、まあ、ドルとかでね、入れてますけど、だからいつでもビットコインとか、えー、リップルとか買える準備、現物でも買える準備とか、えー、してますけど、そういう人がね、どれぐらいいるのか、えー、って話ですから、えー、なかなかね、それも厳しいんじゃないかなと。だから今のうちに買っておいたりとか、例えば下落するんであればショート入れておくとか、今のうちからね、えー、っていうのもありなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、いずれにせよ、アルトコインのトレードはあまりお勧めしない。むしろアルトコインの現物でもって長期法 え長期ホールド、えー、合唱っていうのはね意外とまあいいんじゃないかなというふうに思ってますあのビットコインとかの、ね、トレードっていうのも、あのー、結構やった方がいいんですかって方もいらっしゃいますけど、まあ、僕はその投資とかトレードっていうのは今後もね役立っていく、ね、仮想通貨以外にも展開できるわけじゃないですか FX とか株とか,だかそういった値、ね、動きとかチャートの分析とかテクニカル分析っていう知識とかは、えー、ビットコイン以外にも生きていくと思ってるので、まあ、やってますけどだからまあ やっぱり難しいですよね,ね、上がるか下がるか、もしくは停滞とかね、レンジ相場なのかっていう、その本当に,に、まあ、上がるか下がるかだけだったら二択だし、ね、結局上がるか下がるかしかないじゃないですか、停滞したと下がるか上行いくかなんで、ずっと停滞していくんだったらね、わなんかその意味ないじゃないですか買う意味、預金と一緒な感じだと思うんですけど、あのー、だからね、やっぱりトレードっていうものは、本当に真剣に、あのこれもね結構質問だったんですけど、トレードやったら簡単にお金ふさ増やせますかみたいな、まあ、増やせるときは増やせるだろうし、 例えば、自家総額、えー、ビットコインの価値全体が上がっていくんだったら、えー、普通に持ってるだけでも価値上がっていくし、えー、そしてそのトレンドに乗っかって、売買したりとかすれば、えー、上がっていくと思います。えー、だけども、やっぱりその基本的な知識とか、やっぱりそのまあ、メンタル的な部分もそうだし、あのメインチャンネルの方でね、ビットコインの価格の考察とかしたんですけども、やっぱりあれぐらいその、まあ、自分で言うのもなんですけど、あれぐらいその考えられたりとか、なぜこう下がっていて、 反発しななないいいのかとかかとととレンジ相場にりりそそうううだ思っったたこともですねやっぱり考えたりとかあとそのね最近の,その有名なトレーダーの方がサロンとかやったりしますけどそれに入ってただミラートレードをやるっていうだけなのか、えー、ただそれも、えー、自分のそのなぜ下がっているのか上がっているのか、えー、こういう原因なんじゃないかっていうのを見極めて、えーまあ、ミラートレードっていうか、ね、同じようにまあエントリーするっていうんだったらまだいいんですけどもしくは最初はミラートレードやってみてやりながら え稼ぎながらね、えー、なぜこういう風になるのか、えー、なぜこの人はこういう風に言ってるのかっていうような方だったらまあ成長していくと思うんですけど、じゃなかったらね、やっぱりまあトレードってやっぱ難しいものだと思ってます、本当に1000万とか1億あっても全部なくなる人だっていると思うし。 だからねやっぱトレードっていうのも、あとまあ全ての投資ですね、投資に関しても、昨日メールマガとかラインアップでも配信したんですけど、投資っていうものはえ最強の不ー所得になりえるんですけど、最強のまあお金を失うシステムでもあるんで、そういった知識がない人だと、リテラシーがね低い人だと、なんからすごいね、使い方を誤れば、本当に。 危ないものでもあるし、逆にうまく使いこなせればね、すごく大きなリターンを生み出せるのが投資、トレードだと思ってるんで、まあ、そこら辺もねあのうまく使い分けてもらえたらいいんじゃないかなと。で、まあ、今回はね、アルトコインの話ですので、直近でまあアルトコインは、えー、まだまだね、買うなと。えー、トレードも、まあ、あまりしない方がいいと。で、アルトコインなぜ買わない方がいいかっていうと、 買ってもいいですけど、まだまだビットコインの価格が下がる可能性があるから、大底で買うとか、まあ、大底逃したとしても、あ、もう一段下がったなっていうタイミング、まだまだ下がる方が濃厚ですから、まあ、そこら辺で買うっていうのはいいかなと思います。で、今直近で例えばビットコインが少し上がったとしても、まあ、その要は大幅な回復っていうのはない限り、まだ一旦回復してから調整からの調整、調整っていうのは一旦急落があったわけなんで、昨日ね。その後一旦戻しからのもう一段下がるっていうことはあり得るんで、 N、逆 N みたいな感じでね。いやこういったん下がって、戻しで、また下がるみたいな。ウェッジとか、いやチャートパターンですそういった感じなんですけど、そういったことが起こり得るので、そういったことを考えると、えー、まだね、アルトコインを買うのは早いんじゃないかなと。まあ、そのずっとチャート見てられないとか、今でも十分安いよって思ってくれる人は、えー、今ね、えー、買ってもいいと思います。その後、長期投資とかね。えー、で、いいんじゃないかなと。ただ、トレードをするとかはね、アルトコインをメインにトレードするっていうのは、あんまりありえないっていうか、聞いたこともない。 ななののでビ、えー、ビッットトトココイイインンンててメに、ね、トレードするのが一番いいいんじゃないかなと思います、えー、ということでね、今回はアルトコインに関してと、アルトコイントレード、そしていつ買うのか、えー、っていう話をしました。えー、ぜひねあの、本当にいつ買うのかっていう話は、あのー、この動画を見てもらえばなと、まだです。まだ買わない方がいいと思います。僕はね、ビットコインは下がるんで、えー、まだ加工トレーンド抜け出してないんで、で抜け出すのいつなのっていうと、まだまだちょっと早いかなと。 この1ヶ月ぐらい全然、ね、様子見てもおかしくないむしろそれぐらいかかるんじゃないかなっていうぐらいですですので、まあ、早くて10月中に変わるかなっていう感じで遅いとまあ11月中までかかるんじゃないかなって思いますそれも遅いともっとかか,かかるかもしれないですね12月ぐらいまでとか,だからその突発的な G20 に何か良い発表があるとか ETF の承認とか,、えー、か日本の税率がなんか良くなるとか ね、安くなるとか、えー、あと金融庁の緩和とかがあれば、えー、一気に変わる可能性ありますけど、特に、ね、日本人が、えー、仮想通貨多く持ってますので、うん、そういった突発的な、ね、何か良いことがな,いなければ、何もね、えー、なければこのままもう少し下落してから、緩やかに戻して開発していく、もしくは急落があって急反発して上昇ト取ンに変わっていくっていう流れじゃないかなと思います。 ということで、今回ね、動画維になります。ぜひね、今回の動画が良かったなと思うグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画の説明欄の方に、僕の LINE アットがありますので、LINE アットに登録していただいた方には、仮想通貨トレンド、仮想通貨トレードマニュアルを無料でプレゼントしていますので、まだ受け取ってない方は、ぜひね、受け取ってほしいなと思います。それ以外にも、 えメルマガ、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどもやってますので、ぜひね、そちらの方も登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは、今回の動画以上になります。ぜひね、メインチャンネルの方でも、ビットコインの話とか、それ以外にもね、たくさんの仮想通貨の話を毎日のようにしてますので、ぜひね、メインチャンネルも見ていただけたらなと思います。それでは、今回の動画以上になります。ご覧いただきありがとうございました。